クリストファー・ロイ・モンローは、アメリカの物理学者で、原子、分子、鉱物理学及び、量子情報科学の分野の実験物理学者。イオントラップと、量子工学の主要な研究努力の一つを意識している。バイスゾーン教授とメリーランド大学の物理学、ディスティングイッシュト・プロフェッサーであり、ジョイント・クアンタム・インスティチュートのフェローである。1987年に、 MIT で学士号を取得した後、レーザー冷却と原子トラップの黎明期にコロラド大学のカール・ワイマンの研究グループに参加した。ワイマンとポスドク研究者のエリック・コーネルと共に、ボース・アインシュタイン凝縮小転店への原子機体の冷却経路へ貢献した。1992年にワイマンの下で PhD を取得した。1992年から2000年まで。 モンローはコロラド州ボルダーのアメリカ国立標準技術研究所にあるデイビッド・ワインランドのイオンストレージグループに勤務した。1992年から1994年まで国立研究評議会博士研究員奨学金を授与され1994年から2000年に同グループに職員として雇われた。ワインランドと共に1995年に 最初の量子論理ゲートを実証し、初めて複数量子ビットをもつれさせた。トラップ原子音を量子制御及び、量子情報科学の新たな分野への応用への使用を開発した。2000年にミシガン大学で研究グループを発足させ、量子ビットメモリが量子ネットワークの単一講師とどのように関連付けられるかを示した。 半導体チップに集積された最初の4トラップも実証した。ワインランドと共に複雑な4トラップチップを介して原子イオンを往復させることに基づく拡張可能な量子コンピューターアーキテクチャを提案した。2006年にはミシガン大学の超高速工学科学分野の NSF 物理フロンティアセンターであるフォーカスセンターの所長に就任した。2007年に メリーランド大学のバイスゾーン物理学教授とメリーランド大学とニストの間のジョイントクオンタムインスティチュートのフェローになった。そこでモンドーのグループは広く話された2つの原子の間の量子もつれを作り出した。これらは距離を隔てられた物質の間で量子情報を移動させる最初のものだった。彼らは数多くの量子通信プロトコルと新しいハイブリッドメモリー、 高子量子、コンピューターアーキテクチャのためにこのリソースを開発した。近年は量子シミュレータとしての個々の原子を利用やフラストレーションや磁気秩序などの複雑な多体量子現象を解くことができる特別な目的の量子コンピュータを開拓している。彼の研究室は個々に相互採用する量子ビットの最大コレクションを制御し操作している。二0十六年には 米国科学アカデミーの会員に選出された。ありがとうございます。